はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。アスコト祭りのですね、レースに参加したいと思います。刀ハービン。横乗り。一発ドリンク。おー。どういう意味なんだろうな。いいですね。圧倒的。おっと、及ばない。お、一番台ついになったぞ。さあ、今5万手だ。これを展開になりました。仕掛けどころが難しい。最後のコーナー、余力を残しているのはどの馬か。ジージーとは伸びてくるんですけどね。あ、中割ってきた。ボスラシャも来てるが、これは届きそうにない。これは強い。ぶっちぎりですね。もう一丁行ってみましょう。これも一番人気。各馬のゲートインスムーズ。さあ、準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した。2番エステリオ、緑の帽子。今3番手ですね。金をねがないはいた。さあ、ここから伸びるか。おっと、鋭い。エステジョがまだ粘ってるが、この中割ってきて抜け出した。ボスラシャムか。そして外からオペラハウスだが、これは届かないでしょう。2着、1着、1着ですか。おっと、どんどん行ってます。なるほど、あと2日ですね、イベントは。
これ宝塚記念かな。そうですね。宝塚記念、ノリが乗ったけど。大根ですね。夏場らしく、夏に強い一面を見せてるって言ってますね。またこれがベスト体重なんですね。パートナー調教です。いや、もうスタミナアップさせたいでしょうね。478がベスト体重ですね。成長していってます。タオ早熟馬じゃないぞっていう感じで。さあ、いよいよレースです。レースの週です。調子回復をさせないといけないのか。はい、問題なしですね。さあ、前走 SWBC 何着と大敗してしまったので、ここは、巻き返しに燃えたいとこですが、果たして、1.2 倍、圧倒的です。グリグリですね。丸がついてるのが分かれますね。2番人気が、単勝15倍のオルフェーブルですね。3番人気が、ルーラーシップですか。でもちょっとこのレース怖いですね。そこで、あえて外してみた馬券を買ってみて、あ、ナーガ。さあ、レーススタートです。センスパリピ感ありますね。おお、死亡フラグですね。マウントシャスター。8番肩の
ントリー、12番フルダムローリー、そしてその後ろからエイシンクラッシュ、それからもう一頭マウントシャッター、11番フェデラリスト、オルフェーブルがそのうちにいます。差が開いて6番湘南マイティ、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー内を通りまして、3番クイーンバリアシオン、外を通りまして、7番ルーラーシップ、12頭これから向こう正面であります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭を行くネコパンチ、2馬身リード、これを追って9番ビートブラック、さあ第3コーナーに差し掛かります。今ですね、肩ハービーは3番手です。これが一番人気の肩のカービンであります。そして4番手にアーネストリー、それからトゥーザングローリー、そしてその後ろから1番エイシンフラッシュ、これと一緒にマウントシャッター、それから11番うまく外に持ち出したいとこですが、ちょっと離れて6番湘南マイティであります。さあ4コーナー、4コーナー持ち出していよいよ仕掛けていく、先に抜け出す。しかしトゥーザグローリーとアーネストリーが結構伸び足がいい、粘れるか。さらにオールフェーブルも来ているが、坂を登り切った。すごいな、カタンハービン。刺してますね、当たっ。一応、馬券も当たりです。なかなかの好タイム。勝ちました。前走はSWBC を大敗してですね、どうなるかなと思ったんですが、なんとかここは勝ってくれました。勝っちゃうです。大隅はるか。SH ガチャも引いてみましょう。ひんまるぞうか。これで放牧しましょう。さあ、残り69周となりました。ここまで、6100枚ですね。SWBC は結構、壁が高いんで、G1 と WBC を行き来しながらですね、無理せず、走っていきたいと考えております。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでは、チャンネル登録者数、400人を超えることができました。皆様のおかげです。ありがとうございます。さらに、チャンネル登録者数増やして、最終的には1000人以上を目指したいと思いますので、まだ登録されていらっしゃらない方、ぜひ登録のご協力よろしくお願いします。また、高評価、コメント、この動画の SNS などの拡散も歓迎しております。
ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければアクセスしてください。またこの動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト。こちらが、が表示されます。お時間がありましたらそちらを見ていただいて、プレイリストはですね、あなたのチャンネルに貼り付けることもできますので、もしよろしければご協力よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。